さんでした。スナックゆうこ開店です。今日はどこまで私ママゆうこが街中にいてもバレないかってことで、久しぶりに部屋から飛び出してここ東京の街中を歩いていきたいと思います。あ、どうも、私カヌン国際映画祭監督賞受賞ママゆうこです。あ、ちょっと止めないの。この番組ね、普段はなんかメタバースがお送りしてるんだけど、何かと木曜日疲れてくるじゃない。あなたの背中をハフンと押すためにここ声のメタバーススナックゆうこが開店します。私スナックゆうこのママゆうこです。どうもよろしく。ねえあ、ごめんなさい、なんで泣いてるのかっていうとね、そう、昨日ね、お客様からね、提案のね、あ、そう、私あの普段はね、仮初めの姿でコールセンターに提案してるんだけど、落選のねメールが来たのよ。落ち込んでらんかやってらんなめ。でも落ち込んでらってね、落ち込んでらってなんかなんないわね。ちょっと言えてる、ちょっとごめんなさい。そうだから今日はこんな時こそね、イケメンに癒してもらおうということで、パリピ孔明ちょっとチェッキガム級でしていきたいと思います。原作好きの人もテレビ見ないあなたも、ちょっとパリピ孔明向井理君に癒されましょう。じゃあ今日は左手くんにしてイケメンギャグギャグ。イケメン転生パリピ孔明パフパフドドドン。9月27日水曜日スタート、フジテレビ系のドラマ夜10時です。パリピ孔明、これ原作がね、漫画でね、大人気なんだけど、私読んだことないの。読んだことある？あ、ないの。じゃあよかった、ドラマ版で楽しみましょう。でね、これ何パリピ孔明ってね思うじゃない。本作は中国三国時代の名軍師諸葛孔明が現代の渋谷に若かりし姿で転生し、歌手を目指す一人の少女月見英子のために魔法のような作戦を考えては、彼女の前に立ちはだかる壁を軍師のごとく切り崩し成功に導いていくサクセスストーリーである。へえ、転生してくるのね。しかも若い姿でね、いろんな転生もなるけど、とうとう諸葛孔明が現代に来たのねっていう話なのね。そうで、気になるのが、そう、気になるのがね、キャストよね。キャスト、これね、スタッフもね、始まる前にね、スナックゆうこに相談しに来てたので、誰がいいかなと思ったんだけど、やっぱ諸葛孔明っぽいイケメンがいいじゃないってことで、ママゆうこがキャスティングしたのはこちら、でね、向井理っていいでございます。向井くん、え、こういう大きい主演の久しぶりじゃない？ね、41歳でね、大きいのよ向井くん、大きいのよ。背がね、そう、背が182センチ、1982年生まれ、41歳、だからほぼママ優子ってことね。そう、ほぼママ優子で、奥さんは私国中涼子です。どうもよろしくお願いいたします。でもあの向井君って信じられないのが、バーテンダーだったのよね。そう、バーテンダーとしてこんなイケメンありえないでしょってね、ママ優子がね、あそこのバーテンダーイケメンよって言ったら本当にスカウトされてね、そう、芸能界デビューしちゃうっていうね、どこにチャンスがあるかわからないものよね。いや、ちなみにね、やっぱり向井くんといえばね、朝ドラゲゲゲの女房だと思います。私もあれよかったわよね。あのこう聞き迫る漫画の書き方がね、そう、私も聞きんできたわよね。そう、そうだ、向井くんってあんまりコメディのイメージがないんだけど、最近結構振り幅あるから、これね、楽しみなんじゃないかと思っております。パリピコメで、あとね、なんといってもよ、劉備ディーン藤岡ちゃんです。おディーン様来ました。おディーン様、いや、おディーン様と向井くんがそれぞれ名軍師みたいな感じなんでしょ。ちなみにちょっとここでちょっと言っていい、ちょっと私の秘密を言っていいかしら、三国志読んでません。ごめんなさい。ごめんなさい。
どうも私頭に入ってこなくて、中国の軍師の名前が全然頭に入ってこなくて、戦国時代はすごく読んだのね、国取物語とかね、そういっぱい読んだんだけど、三国志だけちょっと頭にね、全くね、入りまくりまくりして、あ、入らないまくりまくりしてだったのよ。そうなのよ、ちょっとやってらんなわいって感じなんだけど、ごめんね。入って頭に入らないチンゲールでした。ついてこれてる。で、あともう一人忘れちゃいけない。忘れちゃいけないのが、前園健二っていう役で、なんと我らが、ボイシーパーソナリティ、関口マンディー来ました、メンディーちゃん。これ、メンディーちゃんと、もし、コラボできたら、ワンチャン、向井くんともコラボできるってことよね。これ、つながるってことでいい？ちょ、ダメ元で。ね、アーリーボイシーフェスっていうことで、行ってみる、メンディー。メンディーちゃんにつながって、向井治くんにつながって、オディーン様につながっていくという、この胸のトライアングル。夢のトライアングル。ちょっとつなぎ。いや、別にメンディーちゃんを踏み台とかしてるわけじゃないの。やっぱりメンディーちゃんすごいもの。オーラが。ふわっとしてるとか言わないの。そういうことでね。そういうことでね。そう。というわけで、すごくイケメンも出るしね、楽しみ、パリピ孔明。ちなみに主演は私、上白石萌歌です。というわけで、9月27日、夜10時、一緒にチェッキン神中でしていきましょう。以上、生ニュースをお送りいたしました。というわけで、ぶらりとママ散歩、略してマンポの時間をお楽しみください。大丈夫よね。大丈夫、ママ散歩だから。そう、いやー、まだ暑いわね。9月になったんでしょ。本当に暑いわよ。ごめんなさい、まだ気持ちの整理がつかないのはそうなの。半年ぐらいね、とあるコールセンターの提案ね、してきたからね、今回はいけると思ったのよ。いけると思ったんだけど、なかなか人生うまくいかないものね。まあ、お客様には選ばなかったけど、きっとボイシーフェスには選ば、嘘でしょ、そっちも人生うまくいかないもんね。まあ、そんな時のためにね、ここスナックよくがあるのよ。そう、あなたも疲れた体を休めに来てね。僕はただ疲れた花を休めに来たコソ泥ですよ、みたいな感じでね。これ怪盗キットの着せることだった、あんたこうだった。ちょっと待って、そろそろ人の目につくから、ちょっと逃げるわよ。ちなみにね、私ね、この喋り方してるときってね、やっぱママユコのときちゃんと内股になるしね、そう、やっぱりそういう願望があるのよね、美しく見られたいっていうね、そうなの。やっと涼しくなってきた。さあ、というわけで、ちょっとバレるからそろそろ置き飛ばするわ。あなたまさか、こんな配信最後まで聞いてるんじゃないでしょうね。あなた、本当に、せーの、あれよねー。もう最後まで聞いてくれたあなたはもうファンを通り越してファンファン大佐です。というわけで、ママゆう子は大相撲のイケメンを探すために出ます。大相撲メタバース場所、9月場所、9月23日に開幕いたします。お待ちください。というわけで、アデュー。やだ、忘れちゃった。あなた、ちょっと物足りないって思ったでしょ。物足りないなんて思うなんて、あなた、せーの、あれよね。じゃあちょっと座るわね。よっこいしょこたん、絶対座ってない。外だから許してよ、許して。とりあえずこれやっとかないと始まった感じしないでしょ。あ、ちょっと救急車お迎えしちゃった。というわけで本編行くわよ、イケメンガガガー。